眼科医の平松です。今日は白内障手術後の飲酒、お酒飲んでいいのかどうかということについてお話ししようと思います。基本的にまあこんな感じで白内障の手術のこととか、まあ、緑内障について詳しくいろいろ説明したいので、他の動画とか、まあ、チャンネル登録もしていただければと思います。じゃあ白内障手術後お酒飲んでいいかどうか、何日後にいいのか、まあ、これに関して言うと、まあ、世界的、例えば眼科的、あとは国内学会で推奨されている何日というのが確実あるわけではないので、医者によって結構言うこと違います、なので1週間は絶対ダメですとか、ちょっとぐらいはいいですっていう表現をします。じゃあなんでお酒についてそういう表現をするのかっていうのをまず知っていただきたいんですね。まずお酒っていうのは飲むとですね、まあ、血流が良くなるというと言い方いいですけれども、まあ、炎症を起こしたりしやすいっていうこともあります。なので例えば白内障手術っていうのはどんなに綺麗に完璧にいってても炎症は必ず起きます。その炎症がひどくなってしまうと炎症を抑える薬が必要になったりだとか、お酒飲んで転ぶ人がいるんですね。グデグデになって転んでしまってぶつけちゃったりしたら、それは悪いのはわかるじゃないですか、まあ、っていう問題がある。あと3つ目としては、そもそもお酒ってどんどん飲んでいいですよと医者として言いにくい、そういう問題もあるんですね。私の経験であるのは、例えばじゃあ明日からお酒飲んでいいですよって言ったら、まあ、結構飲んじゃって、その人糖尿で内科の先生からなんでお酒あんな飲んでいいんだって言ったんだって怒られちゃったことがあったりするんですね。私としてはもうちょいっぱいぐらいで、眼科的にはいいですよって言ってるだけであって、他のことは内科の先生に聞いてくださいねっていうふうには基本スタンスとして言ってるんだけど、いや医者にいいって言われたっつってすごい飲んじゃったみたいなんですよね。奥さんも止めたんですけども、その方すごい飲んじゃって、で血糖値上がっちゃってっていうことがあったんで、だからお酒飲んでいいですよとはあんまり積極的に言いにくいっていうところもありますね。基本的な考え方は炎症を起こさないため、かつまあ倒れない転ばないためであって、かつまあ本当はお酒ってそんなに積極推奨そもそもするもんでもないっていうところがある。だから何日後っていうのはまあ医者によってもまちまちであるけども、コップ一杯とかちょっとぐらいだったらまあ早めにいいですよって私は言うことが多いですけれども、正直言うと人を見たり糖尿病だったらあんまりちょっと待ってくださいっていうこともあるっていうことですね。つまり本当は目の状態とはちょっと別の因子になってくるんですけども、そういうこともあるってことをちょっと知っていただければなと思います。今日は白内障手術後の飲酒についてお話しました。